まあ、やっぱり一番はサッカーが一番好きだな。なんかその精神を常に持ってたからこそ、なんか今こうやってサッカーできてるのかなっていうのは、なんか元気とか希望とかを与えられるような、まあ、選手になりたいと思います。はい、ということで、今までちょっと真面目なお話をさせていただいたんですけど、はい、ここから少しラフな感じの質問に移りたいと思います。そうですね、じゃあ僕から、まあ、自分の暴露話なんですけど、まあ、なんかまあ、モード学院さんで、まあ、今撮影させていただいてるみたいな関連でお話をさせていただくと、まあ、自分、小学校の時とか、まあ、中学校の時とか結構美術の夏休みの課題があるなっていうふうに思って、皆さん多分やってたと思うんですけど、まあ、僕もう本当に絵描くの苦手で、まあ、もうその課題が全く進まないと。でそこで僕が何したかっていうと、まあ、お母さんにとかお父さんとかお姉ちゃんもみんな巻き込んで手伝ってもらって、まあ、毎回そうやって描いてもらってたんですけど、それで、まあ、ある時小6ぐらいですかねの時に、まあ、賞を取ってしまったと。でまあもうその町の一番でかいデパート百貨店のところに僕の、絵が飾られるという、で僕はみんなの前で表彰されるという、まあその時はなんかすごく威張って、おお俺は描いたぞって言ってたんですけど、まあ今思えば本当になんか申し訳ないことをしたなというか、なんかこの場面だから言えることかなと思います。ちょうど今っていうのが、はい、僕の暴露話です。めちゃくちゃちょうどいいことだ。いいのみたいな。いや、よくないでしょ。先生みたいな泣いちゃう。割れちゃうんだよな、多分。割れちゃうね。アクロバイナス始めると。こうやったら、本当にやばいと思ったら多分カットしない。カットしない。カットしない。編集でなって。なんとかっていうのは、でも、ピーが入ると。そうだ、ピーが入ると。それもしかしたら、丸々話してる。丸々カットもあり得るから。あ、一回気にせずに。他のメンバーのバクロでいいんですか？全然大丈夫です。それで言うと、全然なんかそんなやばいバグなんですけど、なんかまあ僕、まあ、クリアソン新宿なんですけど、僕中央大学出身なんですけど、同期が同じサッカー部の同期があと2人いるんですよ。で3人でが、まあ、トリオでやってたんですけど、まあ、そこの渥美英介っていう選手がいるんですけど、なんかめちゃくちゃ暴露ってわけじゃないんですけど、今トップ下でプレーしてなんか試合に出ているんですけど、以前はサイドバックをやってて、でまあ、そこでも試合に大学1年生の時の試合にも出てて、ゴリゴリやってたみたいな書いてたんですけど、まあ、本人の中では納得いかずに、まあ、ずっともやもやしてて、まあ、そこである時トップ下がやりたいと監督に言いに行ったんですよね。で監督に言いに行って、監督が「いやお前それだったら B チームでいいんだぞ、B チームから始まるぞ」って言われて、英介はそこで「いや俺は B チームでもいいんでやりたいことやりたいです」って言って、今は。まあ、そこから J リーグにも行きましたし、今クリアソンシリーグもトップ下としてプレーしているっていう体験があって、なんか自分のなんかやりたいことを人に言うとか、なんか曲げずにやるみたいなのが、多分彼の強さでもありますし、なんかそこでそういった決断というか発言をしたから、なんか今もこうやってサッカーを一緒にやれてるのかなっていうのは思うんで、まあ、めちゃくちゃいい話になってしまったんですけど、そういう背景があって、なんか今もサッカーしてるんだよっていうのは、なんか伝えられる気になって。ああ、ね。エスケサイドバックやつだと知らなかった。いや、本当っす。今、ゴリゴリのトップ下みたいな感じなんで、もう、全然少しは分かった。出てきた。出てきた。多分、その、関連する人は、この動画を見ない見なそうな人がありますけど、大学時代僕寮 でまあ国士舘大学っていう結構まあ有名な大学で、サッカーでもその他でも、まあ、結構厳しくて寮の中で上下関係とかもありまして、別に殴る蹴るがあるわけじゃないんですけど、僕1年生の時に、まあ、隣の部屋が結構やんちゃな先輩で、毎日「せやな」洗濯やっとけ、まあ、毎日言われてて、もう1年生の時に、はい、まあ、やってたんですけど、まあ、洗濯をして干すとこまでやるんですけど、まあ、いつも洗濯物が、まあ、取られてるんですけど、その日は全部ついてたんですよ、乾いた洗濯物が。で、洗濯終わって、もう毎日毎日、その人の洗濯、自分の洗濯ももちろんありますし、チームのなんかビブスとかの洗濯もありますし、1日3回ぐらい1人でなんかやってて、なんか洗濯ついてたから、洗
せるんで。バルちょっと今年だろうかついてるんだ。真っ赤みたいな怒ったらバコーンって落ちて。でもそこうやばいやばいやばいってなって。先輩なんか壊れてました。壊れてます。悪い。で。古いからなみたいな。しょうがないかみたいな感じで事なきゃ得たんですけど、あれを壊したのは俺です。めっちゃ爆弾。めっちゃ爆弾。見てないと思う。その人じゃなくても寮の人にも申し訳ないです。壊しました。失礼します。ちょうどいい、はい、ちょうどいいやつ。いいやつ出てきた。あれじゃん、早くんは僕まだ暴露なんですけど、早くんの暴露話だと。このスタイル今やってるんですけど、なんかめっちゃおしゃれっぽくやってるんですよ。もう実際はこれがめちゃくちゃほつれてるから隠してるだけっていう。さ、小ネタ挟んで。お前ゆるいな。この暴露。弱い。弱いよエピソード。エピとしては。あの僕のあの暴露話、知らない人も多分クリアザメンバーでいるかもしれないですけど、てかあの僕。多趣味でサッカーをずっと続けてきてはいるものの、割とこういろんなことにこう目を向いちゃう人なんですよね。でその高校でサッカー結構燃え尽きて大学入るっていう風になった時に、あのまあなんかこうサッカー部に入る気持ちもあれば、なんかサッカーを続けていくっていうのもあったと思うんですけど、僕もう完全に高校でサッカーやめようと思ってたんで、大学入る時にはもうサッカー全く考えてなかったんです。で何が一番やりたくて、どこ の, あの練習に一番参加してたかっていうと、あの僕ダンスサークルとかやってたんですよね。そうなんだ。あの僕中央大学なんですけど、その中央大学のダンスサークルの方にもう興味がありすぎて行きたい人って言って、あのずっと行ってたっていうのがあって、あともう一つその、あのオールラウンドサークルに入っていて、あの授業サボってバレエやってたりとか卓球やってたりとかっていう学生生活をずっと送ってる中で、たまたまあのサッカーやってそうだねっていうので声かけられたサークルが今結局所属することになるあの中央大学 の, あのフィルスバルクラブっていうあのサッカーサークルに入って今に至るっていうのが、まあ、暴露話であるんですけど、多趣味は全然社会人なんても変わらなくて、あのテニスを実は結構やっていてですね、みんなに言ってないんですけど、あの午前中の落合の練習終わった後結構そのままの足でテニスをそうで、マイラケットも持ってすごいっていう、何も知らないな。何も知らないな。釣りもやります。おー、釣りもやります。いろんなことをやってますっていう暴露話でした。たくさん暴露話がね、これだから十分なんですけど、時間がちょっとね、来てしまう。ここはカットしていってください。時間があれだろ。これ全然ダメでしょ。小ネタの一番最初に挟むやつ。ゆずくん好きだよね。ゆずくんもそれもここだけなんです。はい、本当にいつも応援していただきまして本当にありがとうございます。まあ、あの来週に地域 CL を控えておりまして、あの JFL 所得に向けて今頑張っているところではありますが、その前にやっぱり僕としてもさっきあのお話ししたように、社会人とサッカー選手の両立っていうところをやっぱ体現することによって、なんかあの世の中の人たちに希望を与えられたらかなっていうふうに思っておりますので、そこを体現したいのと、あとは、まあ、自分が活躍することでそもそもこの新宿というあの街をやっぱり盛り上げていきたいなというふうに思っておりますので、引き続きご支援いただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。いつもクリアソン新宿を応援してくださいましてありがとうございます。僕は、サッカー選手として応援してくれてる人に元気とか希望とかそういうものを与えられるような存在になりたいと思っていて、クリアソン新宿にいてもそれは変わらなくて、まあ、クリアソン新宿としても個人としてもそういった応援してくれてる人にまずは何かしっかりと価値を届けて、新宿の街全体をこう元気にしていけたらなと思っていますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。いつもクリアソン新宿を応援してくださる皆さん、いつもありがとうございます。僕もそうですね、なんか自分のありたい姿というか、やっぱりなんか一生懸命
頑張るとか、まあ、常に 100% 出すとか、なんかそういったところを常に意識して、これからもなんかいろんな多くの人に活力だったり元気だったりを与えていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、クリアソン新宿はこれからどん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 伸びていくというか、大きくなっていく組織でもあると思いますし、まあ、そういったものを皆さんと一緒になんか前に進めていけるように、なんか手を取り合ってやっていけたらなっていうふうに思います。以上です。失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今回はクリアソン新宿とモード学園のコラボ曲ということで、インタビューをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に、クリアソン新宿の飛び声でご覧いただきたいんですけど、やってもらっても大丈夫ですか？はい。はい、じゃあ、これからクリアソン新宿とモード学園で新宿盛り上げていきましょう。よっしゃー、はい、いくぞー、ありがとうございました。